あんた最近ちょっとドラムにうるさいからね。ドラムね。ドラムがあるタイプのバーに我々行くときあるんですけど、カラオケの、うん、最中とかでも、うん、なんか俺に指示出してるもんね。なんかもう溜めて溜めてみたいな。そう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 。自分の気持ちいいタイミングで、うん、ここはいこう強く、はい3、2、1回止めて。それが欲しかったんだよ。それが欲しかったんだよ。なんかね、ドラムとはいえ、うん、でも基本的には叩かれへんやん、うん、足と腕が一緒になるやんか、うん、あの一緒になって中学になったりすんねんけど、うん、なんかドラムのあの入るタイミングでさ、うん、相性って分かるよな。分かる。上手い下手じゃなくて分かる。あ、こいつここでこんなシンバルやってきよんねんやみたいな。分かる分かる分かる。で、大概俺のデータやけど、うん、ツッコミの人が上手いな。分かる。ドラムは、うん、で、人のことを考えてんのよ。人の気持ちを。だから寄り添うね、うんうんうん、ボケに、うんうん、だからなんか勝手なイメージでやってみようか。僕思うねんけど、銀シャリの橋本は、うん、その手数は多いけどちょっとボーカルにかぶってくるタイプの。いやでも漫才のスタイルで言ってるよ。めっちゃうまいねんけどなんかかぶってきてるのっていう。なるほどね。あの楽天足の奥田とか音が耐えてね。なるほど。なんかノンスタの井上は、うん、ちっちゃいシンバル連続でパパ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 ってしてるけど、途中でもこのバチが下に落ちてるのにまだ手だけでこうやってる感じが。イメージで。めっちゃわかる。イメージで。あ、イメージよ。あのダウンタウンの浜田さんはそのバスドラだけずっと踏んでる、うん、ドン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 。一応この世で一番でかい音で無双してるやん、うん、無双。もろいなそれ。あのツッコミさんがドラム叩いたら選手権。ああ面白いな。いいね。いいな。音聞きたいね、そういう人たちの。性格出るよ。出る。笑い飯さんどっちでもいいねんけど、と津田さんのツッコミをドラムで例えたら、津田のツッコミって、津田のツッコミをドラムで、細かいのがずっとタカ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 みたいな。いや違う、津田の、うん、津田の漫才の感じをドラムでするなら、うん、いや、叩かんでええところで急にわーって叩き出して、ああ、わかる。で、マイク取り上げて、ああ何歌ってんねんって言うんちゃう。いや、マイク取ってるやん。CCB の感じでここにマイクついてる、ドラマやこうやって。誰か言うて。わかるわ、でも、うん、あか関係ないところでガーッ叩きそう。で、一番さ、ダカダカダカって叩いて一番突っ込まなあかんとこでシンバル全部止めるこうやって、うん、そうそう、シーンって引きつけて引きつけて引きつけてシュンって止める。イメージやな、イメージ。わかるわかる。あとさ、あのツッコミじゃないかもしれないけど、うん、あの小籔さんのおしゃべりをドラムで表現したら、うん、ずっと全部の音鳴ってない。鳴ってるな、ねっとり、うん、ずっとタカ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 、気持ちいい感じでずっと音鳴ってない、うん、ずっと鳴ってる鳴ってるな、全部の音が。あ、それわかるわ、わかるわかる。あ、面白いね。芸人ドラムを、芸人ドラムを、自分の芸風を ドラムで叩いてみた。いいね。あ、いつかあんたもやられんで、おクボタドラムにしたらこんなんや言って、やってみたい。